次は村隆で昭和の港をお願いいたしましょう。もうデビューして4年になりますが、昭和の港で頑張っております。涙一つ何か一言お願いいたします。でもなんか聞いてるとだんだんとやっぱり一舞台たびにね上手になってるのが皆様よくわかりますよね。やっぱり歌はね馬鹿上手めないとね、何回も何回も飽きるほど歌っても飽きない歌にしてもらったね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。